平和な生活を謳歌していた。しかし人間の持つ闘争本能は消え失せたわけではなく、そのはけ口を求めて格闘技を楽しむ人々が増加していた。ベースボール、サッカーなどのスポーツ人口は全て格闘技に奪われた。 BGNG メタルエンジェル97億名、しかも過激な格闘技であればあるほど人気を集めていた。和骨です。黒金さん10万石さんです。和骨です。コーチ、トモさん、クラマリさんです。ついに100枠は見えてきましたね。乙女たちの戦いを見に来ました。はい、乙女たちの華麗なる戦い。おはよう。はい、おはよう。あ、もうあれだね、予選があるね。和骨、翔子ちゃんは体力も OK、 あとは腕力ね。シャトルさん、6個目さんでしたい。シエルさんでしたい。やってみて思いましたが、これ考えるのがなかなか大変ですね。面白いですよね、考えるのなかなか。あ、そういえばバグは出ましたか。全員同じメニューにしたら止まりますかね。うちの PC にだけ全員マラソンで同じメニューにしたら止まっちゃいますから、クリーズするのは。それ気になったけど、赤の大門さん、猫じゃらしさんやし、すいませんね。おはよう。よし、腕立て、よし。13個目さんいらっしゃる。シャトルさんありがとうございます。よし、はい、ごおー、いいじゃない、絶好調。カオリン、お、カオリンも腕力も800まで来たよ、800まで。いいよよ、あ、逃げた。はい、ごきんうるわしゅ、ごきげんうるわし。おはようございます。はい、おはよう。かこちゃんも珍しく体力ある。おはようございます。はい、おはよう。スクワットしてよ、スクワット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 。ゴリさんが一番最初。ドロジーさんがレベルです。あー、なんか最近アニーが悪くなったね。アニーがね、どうしちゃった。アニー、兄はでも、もうすぐで終わるわ。よし、おはよう。あるよ。はい、あるよ。あるよ。あと体力700いけないね。おはよう。あるよ。マラソンが多いね。じゃあマラソン行こうね。おはよう。あるよ。はい、あるよ。森さんが一番さん、ドロジさん、猫じゃらしさんがリオです。今日はまごちゃんマンツーから、まごちゃんマンツー。わっほい、やっほい、ポンナイ、ポンミー、やっほー。香りでもうちょいは腕力がマックスになる。はい、ごきげんよう。はい、赤と大門さんがあるようです。はい、おはよう。おっちゃん、よし、今度はおまごちゃんタイプね。はい、おはよう。マラソンやってる、元気。マラソンしっかりやろうね。マラソンやって耐久力つけよう。おはようございます。はい、
あーまた不機嫌。マーニアもうちょいだな、脚力頑張って。バーストさんやし、スクワットやって、マーニー素早さどれくらいあるの。おはよう、はい、あるよ。ゴキ、現場は今年使いである。ゴキ、現場はゴキ、誰。おじさん、ありがとうです。体力が今どっか、おはようあるよ。はい、次あるよ。やっほーい、やっしょい、わっほーい、やっほーい、やっほーい、やっほー、完全に止まって動かなくなりました。あー、やっぱ同じメニューしたら止まるんですね。あれ、バグですね、やっぱりね。これは攻略メモに追加しようね。同じメニューにしたら動かなくなるよってね。よかった、これで判明しました。ありがとうございます。やはり仕様だったか、仕様だったみたい。よし、予選だ。ワコックス監督が強力な軍師を雇った。農協牛乳されちゃう。新しい発見を得ましたね。やっぱりね、複数の人がやってくいただけるとね、わかりますね。さあ、3月予選大会。今年もいよいよ予選大会が始まります。本大会出場を目指して頑張ってください。今回の対戦相手は韓国です。誰を対戦するの。まあカオリンで一番楽勝かな。多分カオリンだといいだろう。まあライあるよか、カオリンなら素早さもあるし。しょうこちゃんまだ素早さがないからな。兄でもいい、よかったかな。兄がちょっと若干素早さ低いかな。これで楽勝じゃなかったらちょっと困る。圧勝だったりね。覚悟してかかってらしてください。巻き締めだよ。あれ、踏み込みにキレが感じられません。私にキレ刻まれたいならかかってください。ワクオスです。早けんさん、うちのまこっちゃんはここで数回負けました。まこちゃんはやっぱり育っていいですね。ラグネギ注意さん、どすこい。強い。この BGM ですけど、会場で生演奏してるイメージあります。会場で生演奏して、あ、もうすぐ勝負がつきそうだ、演奏終了みたいな感じで。月の光が陰ることはありませんわ。楽勝。ラストのラストでグラビティボール1発で勝ったので検証の意味はってなりました。パチパチパチ、開幕スワローキック、パチパチパチ。よーし、あ、でもグラビティボール1発で勝てるってことは結構ね、パチパチパチ、数値はいいんじゃないですかね。はい、本戦できるよう頑張りましょう。勝利。ギュッギュッギュッ、メタルエンジェル。でも攻撃力はやっぱり999まで上げとかないと、900以上だといいね。メカニックの方がかわいい。このマネージャーは育てられませんね、はい、よいしょ。よーしょ、しょこちゃん、あともうちょい腕力が、あ、しかし体力もちょっと厳しいか。おはよう。ちょっと休憩を入れつつ、おはよう。43個目対戦、根強いマネージャーのファンがいる方向。腕立て行って、ちょっと休みをね、入れつつ、またね、腕立てやって、よし、おはよう、はい、ごきげんよう。よっしゃ、両方900香り。あとはもう素早さ上げて完璧超人になろう。よし、じゃあ新体操時だ。新体操よ。よーし、カオリンが新体操一番乗り。はい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 。ごきげんよう。はい。おはようございます。はい、おはよう。ベースクラスが本当に最大。
よし、まこちゃんは脚力、あーちょっとまたまこちゃんやっぱ体力がなる。おはようございます。脚力が7に700いくよ。スクワットをやって、まだ休みを入れてスクワットね。精神ゼロだから壊れてるってことですよね。いやいや、おはようございます。はい、よっよっ、よし、体力700、脚力もあと1回で、もうアニーももう攻撃は完成に近づいてきた。スクワット、スクワット、もうスクワット入れて、スクワット、とどめのスクワット、はい、よっ、うわー、リオ不機嫌、どうしたの、どうしたの、あリオはちょっと出たてやって、いつも神湯状態なのに戦わされてるの？うん、和骨です。はい、50人ごめんなさい。いや、その植物人間じゃないから。おいしょい、神湯はもうしゃべるもできないですよね。ここはね、ワン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 になってるから、ヤッホー、間に合うかね、あと8ヶ月か。素早さは絶対にある程度ないといけないし、まこっちゃん間に合うかな。防御ゼロって神装甲以下じゃん、わら。防御はね、まこっちゃん防御高くてもダメージすごかったからね、防御はそんなに重要しないでいいんじゃないかね。素早さ防御だよね、やっぱりね、順番としては。おはよう。よーし、やった、腕力も900きた。しょうこちゃん、ようやく素早さいける。おはよう。よし、しょうこちゃん、デコピンで倒せそう。いける、パチパチパチ。よし、しょうこちゃん、素早さ軍団しっかり上げよう。おはよう。ふぅ、ごきげんよう。ごきげんよう。和骨です。はい、もうカオリンは素早さね、高さになっちゃう。カオリンもしっかり素早さを上げて、ごきげんよう。おはようございます。はい、おはよう。よし、まこっちゃんも素早さ行きたいけどな。まこっちゃんの素早さ間に合うかな。まこっちゃんあれだったらインドと当てないで初戦当ててもいいかもしれないね。まこっちゃんなぜか特連がすごいから防御上がってるけど。おはようございます。おっちゃん、おっちゃんも身体操曲げとかないといけないかな。身体操2回やってたら身体操いくか。調子悪いメッセージ出たと100以上がっつり持ってかれるから防御あっても恐ろしいですね。どうなんですかね。おはようございます。もいいですが、いただきます時代も。よし、アニーが、よし、いただきます。お昼ですが、もうなくなっちゃったんだよね、あの番組ね。あ、違う違うだ、素早さ、よっ、あいい香り。わっしょい、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 やっほー、やっほー、わっしょい、わっしょい。小堺さん、一体何の仕事してんだろう。小堺さん、あ、小堺さん、土曜日か日曜日の朝になんかあるんじゃなかったっけ。ルドさんをいらっしゃい。土曜か日曜なんか朝の番組やってなかったっけ。なんか朝テレビで来たら小堺さんいたような気がするんだけど、あれいつだったっけ。
最近だったかな、最近じゃないけど、ね、土曜日やってますよね、朝。おはよう。はいわよ。それぐらいかな、あとはちょっとわかんないけど。あ、タイルがちょっと丸山くんと一緒にやってますね。丸山くんとやってるって。よし。サタデープラスでしたっけ？サタデープラスですよね。ちょっと番組は分かんないけど。おはよう。おはよう。TBS の朝の番組も引退しました。TBS の朝の番組。はい、もうそれもなくなっちゃったの。わあ、このカオリンが。カオリン。カオリンも新体操。あ、でもみんな新体操になるなこれ。メニューが新体操になってます。はいわよ。おはようございます。100体力。お、マラソンをでもお目にやってたマラソンだね。伊賀さんがありがとうございます。おー、兄、絶好調。よし。やりでやった。やりでやった。よし。おはよう、はい、ありよ。リオは。おはよう、あるよ。スクワットはもういらない、スクワットいらない。引退祭りになりそう。大将祭りになっちゃうとね、同じメニューになるとちょっと怖いから。おはよう、あるよ。バグりそう。バグりそうなんだよね。気合い入れてやっかが焼き入れてやっかって聞こえてしまった。兄ならまあ言いそうだけどね。焼き入れてやっかーみたいな。よっしょ。言いそう、わらわら。やっほー。やっほー。わっしょい、わっしょい。まあ、カオリンサボってんな。アニーちゃんなら言ってもおかしくないですね。アニーちゃんならね、まあ言ってもおかしくないキャラではあるけど。わっしょい。やっほー。やめよ。ちょっと新体操やると若干体力出るね。おはよう。よし。お、でも新体操やってるじゃん。いいやん、いいよ、そういう。あー、マラソンちょっといると思うか。ちょっと体力減ったからね。ちょっと新体操。おはよう。はい、ごきげんよう。はい、ごきげんよう。和国です。シズナさんですね。はい。はい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 。ごきげんよう。はい。あー、まこちゃんがごきげん。まこちゃんがごきげん。あれ、まこちゃんどっちがないんだっけ？足がないのか。まあ、休憩。マラソン見とこうか。マラソン休憩を3回入れとこう。よっよっ。よし、アニーがもう疲れた。はい、あるよ。よし、うまくいかないね。まこっちゃんはなかなかこう不機嫌とかなると困るからね。あるよ、ボールゼロか。セカンド。おはよう、あるよ。わらわら。新体操多いな。新体操あるよ、いくらなんだけど。新体操もやってもってしょうもないけど。おはよう、あるよ。新体操、岡田、新体操やっとこうか。一回食らったら歯ブケ飛びそう。もうだね。
けど、しょうこちゃん、まこちゃんだっけ。あ、まこちゃんでも不機嫌だな。まあまあ不機嫌で、ま、満通したら当たらなければうんたらかんたら、あれかもしれない、いいかもしれない、治るかもしれない。よっしゃい、当たらなければね、どうということじゃないから。やっほー、やっほー、よっしゃい。やっほー、もう4月も終わりか、早いな。臨床900間に合うかな。やっほー、当たらなければ当たらなければ、よし。やっほー、おはよう、はい、おはよう。よしよ、臨床200まで来た。なかなか臨床って上がんないね。うわー、また変わりに行け。臨床派ライニャンくらいですかね、上がりやすいの。あー、そうだね、ライニャンはもう特連にもう新体操入ってるしね、もう上がりやすいね。松沼博久さん、ありがとうです。まこちゃん防御が上がりだよね、特連に防御メニュー入ってるから。みんな不機嫌。こっちゃんのでも特連は素早く下がっちゃうんだよね。脚力入ってないな。まあ乗るか。よっ。よっ。まこっちゃん機嫌ですね。よっ。まこっちゃんが大きいんだと困るんだよね。はい、あるよ。よし、体力あるよの体力を見ましょう。おはよう、あるよ。出たてやろう。おはよう、あるよ。よし、よしか。よっしゃい、よっしょい、よっしょい、よっしょい、やっほー、よっしょい、よっしょい、よっしょい、よいしょ。やっほー、まこちゃん治ったよ。おはよう、はい、おはよう。よし、BJ300。 あ、体力落ちた。おはよう。まあ、体力はあー、不機嫌、代わり不機嫌、代わり不機嫌でも新体操やって、代わりしっかり、はい、うわー、みんな不機嫌だよ。おい、今度が代わりか、代わりがスクワットやろうか。うわー、なんか不機嫌多いな。ひどいすぎる、ひどいすぎるな。
兄だけ。よし。不機嫌じゃないの、兄だけ。みんな一体どうしたんだ。あ、翔子ちゃんもか。翔子と兄だけだよ。よっしゃ。まあ期限は自動体力回復時を思うしかないかも。そうだね。よっしゃ。直してやってくれたりします。おはよう。本当？それはいいことを聞いたような気がするよ。おはよう。よし。おはよう。じゃあ顔に切り毛が必要。期限3日坊主の格言いただきましたか。やってくれない時もありますが短めで期限直してくれます。ここに来て初の公約コメント来ましたね。よし、最近ね、入手された、おはようございます、方がいらっしゃいますからね。よし、でもまこちゃん治った。よし、まこちゃんも、まこちゃんはなんか300体力ある時で珍しいな。いつもまこちゃん100ぐらいなのに体力300になってるぞ。よし、おはようございます。珍しいな。座ってるとこか。耐久力も知りたいけど、まこちゃんは。おはようございます。はい、まこちゃんかわいいな。よし、まこちゃんかわいいね。よし、便所身体操しっかり身体操やってる。兄がなかなかスパイス上がんないんだよね。サボりで回復しましたね。よ、サボりは回復するんだね。サボりはまあいい時もあるんで、ありがとうしようか。おはよう。もうすぐマックスになるけど、新体操行っとく。新体操を見ながら新体操のありよの伸びが早いから、パパッと新体操上げて。おはよう。あるよ。はい、香り。あ、もう来週あれだ、また予選だよ。早いな、もうこのラストの1年は。やっほー、あっという間ですね。あっという間だね。間に合うかな。まこっちゃんが心配なんだよな。ダメだったらまあ1回戦まこっちゃんで。と兄かな。あ、そうかもしれないね。練習させすぎなのかな。インと兄に任せるかな。まあ兄はちょっとスパイス上げないといけないけど、キャラ的にはまこちゃんインドなんだけどね、ストーリー的にはね。おはよう。よし、今日はここまでですかね、ちょうどね。今誰だっけ。次まこちゃんからだっけ。あ、次翔吾からか。次翔吾ちゃんからマッツーね。翔吾マッツーで。はい、ご視聴ありがとうございました。おつです。PC エンジン、メタルエンジェルは毎週水曜日やってます。来週は6月の予選ですかね。おつです。おつでした。おつです。おつでした。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。お疲れ様です。おつです。おつでした。おつでした。おつでした。はい、どうも、おやすみなさい。おつでした。はい、おつでした。おつでした。